B3 から 21LED タイプ B3 から 21VFD タイプ B3 から21またはエレクトロニカ B3 から21は1977年から1981年まで旧ソビエト連邦で製造されていたプログラム電卓であるロシア語の型名3から21のは家庭用機器を表している3は電卓に割り当てられた番号であり21が モデル番号となっている。B3 から21は2レベルのスタックを持つ逆ポーランド規範電卓であり、それとは別に7レベルのリングスタックを持つことが特徴である。両スタックは第1レベルを共用しており、その第1レベルスタックはおけすレジスタも兼ねている。また、スタックとは別に独立メモリも7組用意されており、P でメモリに書き込み、F。 でメモリから読み出すことができる。リングスタックは概念的には7連発式回転式拳銃の断層のような構造をしており、P、キーと P、キーで目的のスタックを呼び出す仕組みとなっている。B3 から21に特徴的なものとして制限と予言を同時に計算する機能がある。オケ数レジスタに角度シータをラジアンでオケ数しておき、P、 A スキーを押すと X レジスタに予言が、Y レジスタに制限が求められる。この状態でキーを押すと整説を求めることができる。B3 から21はキーストローク方式のプログラミングが可能であり、最大60ステップまでのプログラムを組むことができる。プログラムの各ステップを識別するアドレス番号は連続しておらず、次のような00から95までの非連続整数で、 ある。0001020304051011121314152021222324253031323334354041424344550515253545606162636465 70、71、72、73、74、75、80、81、82, 82、83、84、85、90、91、92、93、94、95。分岐命令でアドレス番号を入力する際にこの番号を直接指定することはできず、難解なキーコードで指定しなければならない。例えば、アドレス指定として、キーを押すと、 アドレス番号として、それぞれ04、14、94が入力され、F1、X キーを押すと45が入力され、P、A スキーを押すと03が入力される。ありがとうございます。